아이 저래요 저러시고 これ皆さんご存知のサウンドバイ、ずっと私のそばにいてください。そういう曲ですね。曲のジャンル的にはヒップホップになります。リハビリ中のお兄ちゃんご苦労さんです。 これ見て元気になってください。あ、おじいちゃん笑ってくれてるな上で。 어디자 대명 결혼식 いいね、写真撮れましたか。次もまた前出てきよるから、今のユニットほど可愛くはないです。<笑>はい、次のユニットは結構むさ苦しいです。真ん中に踊る朝青龍がいますので、それを外して撮ってください。一応うちの息子なんですけども、はい、次のチーム出てきて、はい、まあね、あのブレイクタイムのつもりでこんなもんええんちゃうかなということでね、はい。 これですね、真ん中に置くのがオドラ朝青龍。はい、次の曲もまた皆さんの知ってる曲ですね。はい、あれ弾けてきましたか。水分補給しすぎた。ねえ、これ親子で全く服のサイズが合わないというね。お兄ちゃんもいいんだけどね、このお兄ちゃんとも俺合わへんからサイズすっごい不経済なんですね。<笑>どうでもいいけどね、そんなこと。はい、 青い衣装の人笑ってるか。<笑>あれどうしたん、縛られたんか。ここ大丈夫。はい、次の曲も皆さんご存知の曲です。もうこれ知らんかったら帰り。めちゃめちゃ有名な曲ですので、りゅうちゃん、はい、思いっきり元気よく。おじいちゃんもほらおじいちゃんどんどん増えてきたよ、おばあちゃんも。<笑>おお、こっち向いて踊ったったらだよ、もう。<笑>なあ、半分こっち向いて踊ろうか。え、 なあ、せっかく見てくれてんねんしな。途中でじゃあごめんね。途中でこっち向こう、りゅうちゃんの合図で。はい、じゃあ途中でこっち向こうから。じゃあ分かった。じゃあ元気にならなあかんで。んなもんリハビリ頑張りや。なあ、まだまだこれから長生きしちゃうのは150ぐらいまで生きてくれなあかんわ。はい、じゃあ途中で一斉にこっち向いていきましょう。この曲です。 はい、知ってるでしょ。ねえ、なんと
ご存知の方はご存知と思いますが、この踊る朝青龍、アメリカ修行中ニーヨとスヌープドッグと、友達になって、リョッタリョッタって呼ばれています。はい、誰も知らんみたいね。知ってる人間は知ってるスーパースターですね。Just a voice in you. Every day, I wish you'd be home. あれ、西さんちゃん。公共の電波を個人的に使ってます。最後の曲、旗振りにおいで。ご存知、ジュピターっていう曲です。さあ、前向きに手拍子よろしく。そんなケツばっかり見ててもしゃあないもんな。なあ、おじいちゃん泣いてやがな、ほんま。祭りってそういうもんちゃん。おかしいんちゃう？え、じいちゃんがケツ向けて踊ること自体おかしいやろ。でも祭りちゃうぞ、そんなもん。言うてもた、言うてもた。はい。